うぞ、プレゼントです。こんにちは、エルビアン TV、 エルビアン TV のレイアンとリです。今日はなんと何の企画か分かりますか？教えてもらってません。教えてください。じゃじゃーん。ちょっとまだね、これは全部じゃないんですけど、じゃじゃん、どうぞ、プレゼントです。これ何？何できるの？これは何かと言いますと、ゆうちゃんと私って同棲してもう長いので、あのお財布を一緒にしてて、基本的に私が2人分のお金管理とかを普段してるんですけど、ゆうちゃんが稼いだお金とかも2人でやりくりしてるのね、うん、今。ということで1年間ゆうちゃんの稼いだお金を私やりくりして10万円貯めました。貯金とは別に。はい、貯金とは別に。貯金とはまあ自分でしとるけど、ね、そう、もっとなんだろう、節約して貯めました。あ、なのでこれをゆうちゃんにお返しして、うん、ゆうちゃんが今から好きに10万円以内にお買い物できるように、こうスペシャルサプライズ企画になります。あ、じゃあこれ貯金できるね。10万円貯金する。でも貯金は貯金であるよ。貯金は貯金であるんだけど、そう、小銭貯金とかでかき集めたの、これ。あー、そう、なるほど、ね、小銭貯金とかをして、うん、なんだろう、ちょっと安いお肉買ったり、そういうちょっと何か安めのものにして貯金して、その小銭をちょっと今変えてきました、うん、で10万円分なので、ちょっとケチい感じなんだけど。ありがとうございます。はい、ということでね、欲しいものがいっぱいあるって言ってたんですけど、貯金もしたいしなって言ってたから、今回はゆうちゃんにサプライズでこれをプレゼントしました。まあ、ごめん、プレゼントって言ったけど、うん、やりくりしただけで、元はゆうちゃんのお金ね。まあでもレイのおかげということですよね。はい、ということで何買おうかな、ね、今からゆうちゃんにサプライズでプレゼントしたもので買い物してもらいたいと思います。じゃあ今から行きます。ではレッツスタート。エルビアン TV、 原宿にいるんで今から買い物します。はい、今の心境をどうぞ。あの、使えます。あ、使えますというか、あの、ありがとうございます。そしてなんか多分10万円一人で使ったら、ちょっとあんまこいつ嫌なやつだなみたいな感じで見られると思う。でもうーちゃんのやつだからいいんだよ。まあそうなんですけど、見られると思うんで、まあ、レイちゃんのものもあの買おうと思います。撮影のさ、はい、こっち側から無言の圧力かけてるわけじゃないからね、みんな。違うからね、私かけてないから。ってことで行きましょう、はい、レッツゴー、はい。おいしい？何買ったんですか？ノルディの。ノルディに買いました、今。なんかね、欲しかったやつはネットにしかないので、ネットで買います、うん。残り別の店舗行きます。見て、チーズケーキを買いました。これはね、あったかいチーズケーキらしい。一旦休憩。何買いましたか？ OY の服。何買いました？服。服？トレーナーとニット、ニット帽。めちゃめちゃかっこいいから後で着てみせます。はい、レイが大絶賛したニット帽です。はい、一通りお買い物終わりました。ね、韓国料理も食べたしね。はい、今日買ったブランドは H&M と OY と、これ私の分買ってくれたの。はい、これね、すごい可愛かったの、はい、セットアップ。アズルとノルディです。はい、ノルディです。ノルディで買いました。はい、まだ10万円ぴったりは買ってないんですけど、ちょっと残り GU とかね、見れる時間があったら行きたいと思います。じゃあそもそもちょっと荷物的にも私限界に迎えできた。わかる。ということなんで今から帰りたいと思います。はい、イエーイ、バイバイ。帰ろう。帰ってきました。イエーイ。今日はある企画としてね、サプライズでゆうちゃんに、私が節約し続けて貯めたゆうちゃんのお小遣いを渡しました。まあ、お小遣いっていうか、なんか、まあ、小銭とかそういう2人の生活費の中のゆうちゃん分を貯金した分なんだけど、はい、ありがたいですね。まあ、それをね、あの、貯金の他にってことでね、いつもね、買えないっていうかね、こう10万円って大きいじゃん。大きい、大きいから多分普段買いたいけどちょっと高いなとか我慢してるものとかあるかなと思ったので、まあ、そちらをね、思う存分買ってもらおうという企画になります。はい。でもね、ぶっちゃけ、すごいウキウキだったの。ウキウキと買い物に向かったんだけど、はい、実際、なんだろう、普段10万円をパッて使うことに対して、慣れているわけじゃないから、ものすごく迷いました。はい。そしてもう疲れました。はい、では、いろいろ見せてもらいたいと思います。ゆうちゃん、どうぞ。何が出る？うわ、すごいいっぱい。でも4袋だけだから。でもちなみにこれに入らないものもあったんですけど、
で紹介していきたいと思います。こちら韓国のブランドですね。何ですか？オーアイです。はい、そう、ニット帽。はい、オーアイのニット、はい、じゃんとトレーナー。こちら、ちょっとね、首が、レイが持ったか出てみて、はい、ちょっと首があるやつ、はい、見せてってください。あ、はい、ちょっと私も見せたいと思います。で、レイちゃんのも買ったの。なんかね、ちょっと私今着てるこのトレーナーお気に入りで、あの黒だけ買ってたんだけど、それをね、お気に入りって言ったら、なんとゆうちゃんがね、白タイプの同じような短いね、すごい短いんだけど、これ短い女の子っぽいスポーティーなトレーナーを2枚買ってくれました。よし、これこれ普通になんか取れない。やっぱ H&M は安いので、あの、ありがたいなと思って。まあ裏こんな感じ。かわいいじゃん、すごい、はい、似合いそう。これもフューチャーって書いてありますね。はい、多分同じだと思います。はい、これシェルターですね。はい、シェルターで多分アズールだと思う。なんかこれすごい可愛くてですね、こうウエストがね、縛るようになってる黒のインナーに黒のね、セットアップのズボンで大人っぽく着れるニットのセットアップを買いました。いや、これね、あのね、マジでね、可愛いわけよ。これがズボンで、これが上、なんかすごいウエストがね、めちゃめちゃ絞ることができる、なんかリボンみたいな中に入ってて、すごくおしゃれなんだけど、まあ、着回しできそうなので、これ買いました。アズールのセットアップ、なんかね、ワンビみたいな、ちょっとオールインワンっぽい感じだよね。そうそうそう、買ってくれました。ありがとうございました。はい、じゃじゃーん、かわいい。いや、ここはね、マジでシンプルで、裏にノルティって書いてあるの。そう、ジャケットとかさ、なんだろう、ダウンとか着たらさ、表シンプルで着れるけどさ、そう、1枚で着たら後ろすごいかわいいやん。そう、あの、だからアウターを脱いだ時に裏がね、ちょっとかわいい、これ私、こうかわいいですね。はい、かわいい、はい、ノルディにしました、はい、ちなみに一緒に選びました。ノルディの靴下も、あの、買ってきた。最後残り2個あるんですけど、もう1個は靴で、あともう1個はあのダウンになります。わー、かわいい。これ韓国のスニーカーになりますね。でもこれね、履いた方が良さ伝わるんだよね、うん、めちゃめちゃね、これ超かわいいんだよね。ラインパンツとかと合わせた時超かわいいよね。うん、そう、これマジで試着した時超かわいいと思ったよね。そうなんです。最後の1着はちょっと高いんですけど、はい、今回の一番の目玉、約4万5000円ぐらいかな、まあ3000円ですね、3000円なんですけど、はい、それがなんとちょっとノルディの店舗になくてですね、あのお取り寄せになってしまいましたので、ネットで購入をいたしました。しかし、あの、今日頼んだので届いていません。ですが、デザインはこんな感じです。こんな感じ、これリバーシブルですね。そう、残念なんだけど、ゆうちゃんがね、前から欲しがってたノルディのダウンを購入できました。イエーイ。テレビアンカップル楽しかったし、あの、意外と10万円って何使ったらいいか分かんないなって思いました。はい、ということで今日はゆうちゃんのサプライズでした。ありがとうございました。来年はもっと貯めてもっといっぱい買ってもらいたいと思いますありがとうございました。ありがとうございましたありがとうございました。はい、というのは、まあ、冗談と言いながらもちょっと本気なんですけど、本気だろうね、今日は、ね、はい、すごい楽しかったです。はい、はい、なんか人の買い物って大変だなって思いました。確かに、私自分の買い物大変だなって思った妹持ちみたいになってめっちゃあーってなってた。今日この動画が少しでもいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。 Twitter と Instagram 下の概要欄にあります。ぜひぜひフォローよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。